はい、これはですね、シボレーですね。で、これはシボレーセダン、まあ、図鑑ではシボレーのセダンですが、これはシボレーの、これはクーペになりますね、写真ではね。で、これは、セダンとクーペが作られまして、で、シボレーは1914年のフォード軽型の対抗馬として、まあ、作られたものだが、1922年に成績が乏しくなく、製造中止の寸前まで行ったんですね。で、この時にフォードを辞めた W.S. ヌードセンがシボレーを指導する地位についたと。そして設計に改良を加え、セールスを向上させて、1927年に軽型を蹴落としたのであると。で、このシボレーは5人乗りのフォードアスタンは、ヌードセンが最初に手掛けたプロジェクトの一つであると。で、彼は乗客車全体を鉄板とガラスで覆い、最も大きい車のような外見を与え、さらに移住性を良くしたんですね。で、この車にはまた取り外ができるリムがついた鉄板のディスクホイールという特徴もあったと。で、動力は22馬力の直列4気筒水冷エンジンで、排気量は 2800cc であると。で、全身3速で、路上速度は時速72キロが、出された、車でした。で、この車が、まあ、売れに売れた、T 型を蹴落としたぐらいの勢いで、売れた時ですね。で、2800cc ですけど、まあ、結構でかい排気量が積んでるんだけども、まあ、この画像で写真でお分かりのように、意外と 2800cc の車2枚にはちっちゃかいっていうね、感じでございましたね。まあ、だからある意味この今のアメリカとは違うこう古き良きアメリカ、まあある意味そのだんだんアメリカが戦争に勝って世界一の国になっていくためにどんどんこの頃のこの30年代ぐらいかなの時からどんどん車がでかくなってきましたけども、この頃はまだ大衆あのシボレーのアメリカのね大衆車は、まだちっちゃかかったんですね。で、これがどんどんっていうのでかくなっていくんですね。で、まあ、なんていうんだろうね、当時は、まあ、当時の T 型にしても、ね、この、シボレーの車にしても、セダンはクーペにしても、当時はね、非常にその、まあ、よく売れた車ではあるんだけど、同時にそれは、アメリカという国が非常に景気が良かったからですね。まあ、後にアメリカバブルを迎えるけども、まあ、その景気が良かったから結局その多くの中流階級っていうかね、まあ、お金持ちなんだけどその大金持ちじゃないからそんなに車を何台も持てないと。ただ、まあ、車が1台もしくは2台ぐらい、持てるうち、まあ、そういううちだったら、まあ、なんていうんですかね、こうまあ、一家に今の感覚で一家に一台っていうかね、お父さんが一台持って、お母さんが一台持ってて、おじいさんがまた車を持って、おばあさんがまた別の車を持ってるみたいな、そういううちですね。で、そういううちってのは今でこそもうね、精進的なうちになりましたけども、昔はそういうのは中流階級の人たちが多かったので、中流階級のお金持ちのために、まあ、こういう車が、売り出されたと。ね、ある意味後々にそのベンツの A クラスとかフィアットとかね、ああいった車が出てきたのもね、そのこういうこの頃の時代の車というものを、まあ、盛んに研究していたってことですね。この頃の時代の車っていうのはみんな車がちっちゃかかったまだ時代が あって、でちょうどこの30年代ぐらいから自動車がでっかくなってくるんで、そのちょうど中間的なような時代なんですね。で、それで、まあ、なんて言った。じゃあ、例えば、メルセデス・ベンツの A クラスとか、A クラスとか、フィアットとかっていうのは、あれは、要するに、まあ、他の人もね、車のことが知らない人もいるんで、メルセデス・ベンツの例えば A クラスが、どうしてあんな車が、誰に向けに作られたのかっていうのを、あれは、中流階級の、要するに、主婦型ですね、奥様方のために、まあ、作り出された。あるいは若い姉ちゃん、まあ、女性どっちにしろ女性の方にこう作られた車なんですよ。要するにその時の車ってのはこの時代もそうなんだけど、だんだん車がでかくなってくるとね、女の人って20の時代もそうなんだけど、でっけえ車って言うと嫌がるんですね。やっぱでかい車となるとその扱い方も非常に、まあ、厳しくなってくるっていうかね、駐車場を出入りするだけでも大変だし、何回もハンドル切らないと駐車場に入れすっぽり収まらないですし、で都会だとなおさらそのね
駐車代なんかも高くつくので、そのためにはやっぱり出入りだけ安い駐車場っていうふうになるじゃないですか。で、家の面積とか土地の面、あ、家じゃない、土地の面積とかも考えるとね。で、そうすると都会ってのは田舎に比べて土地の面積なんかも限られてるんで、あんまりそんな白い土地も求められない。で、白い土地もあることはあるけど、そういうのを買うとすると金額が高くなってくるから、そうするとどうしても駐車のすら幅が狭くなってきちゃうわけですね。で、そうすると、まあこういうちっちゃい車っていうのがまあ好まれるんですよ。ちっちゃい車の方が運転もしやすいし、駐車場なんかもちっちゃいところで済むし、小回りも利くし、まあ燃費もいいですしね。まあいいとこばっかりみたいな、まあ今の軽、日本でいう軽自動車みたいにいいとこばっかりのようなとこですからね。だからまあそういう車を狙って、まあ後にフィアットとかメルセデス・ベンツの A クラスとか、ああいった車が出てくる。で、そういった車が出てくるっていうのはもうすでにこの時代の時にも現れていて、この時代の時にも、まあ今の時代で言ったらもうおばあさんとかね、もう頃になるけども、まあそのおばあさんが若い時にね、うんと若い時に、おばあさんがうんと若い時に、まあこういう、なんていうのかね、こういう車にまあ乗ってたと。まあこの車の方が運転しやすい。だから当時女性の間にも受けたわけだね。あの T 型フォードが大量に生産されて世界で一番売れた車で、で、それを次にこれを蹴落としたのがシボレーのこのセダンで、これが蹴落としたわけだね。で、それを蹴落とした理由としてはやっぱり運転のしやすさですよ。で、操作のしやすさ、運転のしやすさ、小回りの利きやすさ、そんでもって燃費がいいっつうんで、まあ女性の一人に大体的で受けた。まあ男の人ってのは、男と女と比べたら男の人ってのはね、運転するのはね、多少最初ちょっと手間取ってもね、まあ慣れるんですよね。ところが女の人ってのは、女性ってのは年月が経過してもやっぱりこう、まあたまに女の人でもでっけえ車乗ってるのいますけども、でかい車ってのは女の人からすると非常に運転しにくいんですね。やっぱり男の人とこう感覚が違うので、やっぱこう感覚的にその狭く、こうせ狭い狭いっていうか、男の人ってどうしてもこれでっけえ車乗るのいいじゃん。で、やっぱりある程度白いと、こういう心的にも気持ち的にもね、ゆとりってのがそれこそ出てくるけど、女の人の場合は逆で、そんなでかいのはいらないと。もう小回りが、もう要するに女の人の脳ってのは実用的な脳なんですね。だから実用的な脳なんで、もう実用でいいと。そんなでかくてゆったりくつろげるとかそういうものじゃなくて、そのもうちっちゃく、ちっちゃいところでスーッと走れて、で燃費が良くて、でもう荷物とかもちゃんと積めると、そういったもう実用性でいいっていうこと。だからほら、女の人がよく服なんかもね、集めてる人もいるけども、あれなんかだってほら、洋服ってのもね、やっぱり実用本位じゃないですか。ね、毎日ショッピングに、毎日ショッピングに行けるわけじゃないけど、まあちょくちょく買い物に行ったり、あるいは散歩をしたり、犬の散歩でも何でもしたりすると。で、そうすると外を出歩くのに女の人ってのは特にそういうの、おしゃれっていうのは、男性以上、男の人以上におしゃれ感っていうのは気を使ってるから、服なんかもやっぱりできるだけだったら毎日のように服を取っ替えたいわってぐらい、ちょこ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 取っ替えたりですね。で、ネイルしたりとか、そういう実用本位なんですよね。男の人ってのはどっちかというと、実用本位というよりは、まあ、なんていうんですかね、こう、広さとかそういう快適さっていうか、そういったものを求めるけども。まあ、そういうところが、だからその女性の方にも当時受けてて、で、こういう車が、市場に流行ったんですね。だそれはある意味で言えば、その不思議といえば不思議ですけどね、男と女の脳の違いっていうのはね。だからその、なんていうの、女の人っていうのはいつの時代でもやはりちっちゃい車がまあ好まれるっていうことなんですよね。だ大抵は例えば小型車とか軽自動車も多くなっていますけども、そういう車に乗ってる人っていったら大抵女の人が多いですね。姉ちゃんとかおばさんとかおばあさんとか、まあそういう方々たちが大変多いですね。
あんまり男の人で軽自動車乗り回していいなっつって乗り回してっていうのはあんまり見かけないですよね。ほとんど女の人が乗ってるって感じだね。まあどっちかというと男って言ってもなんていうかクラウンとかさ、アルファードとかエルグランドとか、ああいうでっけえの乗りますけどね。でもまあ女の人ってでかいのだったらかえってパニックってね、視野が広すぎるというのが、だからちょうどいいその大きさがちょうどこのくらいの大きさなんだよね。だから今ある意味この2800ですだからこの大きさだと今ないよね。2800って言うともっとでけえくなっちゃうもん。ほんとそれこそゆったりと足元が白々寝て大人2人が寝れるぐらいね、余裕で寝れるぐらいの、余裕で寝てもまだ空間が残るぐらいのね、大きさですからね。なかなかないんですよね。だからそういう点で、こういう車っていうのはね、非常にいいなと思う。だから今の時代はある意味、こういう時代の車がある意味見直されてきてんだよね。まあ今の時代大きな車というよりは、まあちっちゃかい車と。で、そうすると昔はちっちゃかい車になればなるほど、しょぼくなってってね、内装ももう質素で、それこそ本当に実用一点張りでね、ドアもパタンパタンと閉まって、乗り心地なんかもそんなブーって快適ではなくて、ゴツンゴツンゴツンって、下からこう突き上げていくようなね、そんなような乗り心地でしたけども、最近は乗り心地が豊かゆったりになってきて、高級車並みの、もう高級車と言ってもいいぐらい乗り心地良くなってきて、で、ダッシュボードなんかも木目製のね、パネルとかそういうものは昔は普通車にしかなかったものが、軽自動車でもそういったものがつくようになってきて、おしゃれ感と高級感というのがこう、ま、同時に増してくる、そういう時代になりましたね。だからこれからの時代はね、ますます国がね、それに、なんていうのかね、まあ、逆らうようなやり方してますけど、国があんな逆らうようなやり方すればするほど、国民というのは反発します。ですから今の国ってのは分かってないんですよね、この国は。だからじゃあ自動車税をそんなに安くしてくれないんだったら、じゃあ普通車なんかいらねえや、軽自動車に乗ればいいやってなって、どん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 軽自動車に乗る人が増える。で、軽自動車の人がどん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 増えれば、これは国としては困るわけですよ。なんだから自動車税がね、自動車に毎年車を所有してる人にかかる自動車税っていうのが、それが結局国の方に行かないで各地方の方にお金が回っていきますからね。だから国の方としては一つもお金が回ってこないという。だからまあ、国にとってはあんまり嬉しいことではないし。では、はっきり言ってハイブリッドカーなんかもあるけど、それだって普通車のハイブリッドなんかあるけど、それだって結局は、まあ、国が安くしますよっていう中で買ってるからね。だから国にとっては都合が悪いんでしょうね。安い車を、ね、減税された車を買うっていうのは、国にとってみればありがたくねえっていうことなんでしょう。だけど国が国民に対してどんどんどん国民をいじめているからね。ですから、国民はそれに反発するだけですしね。まあ、将来的に、まあ、この時代は車がね、たくさん売れてた時代ですけど、今のね、国っていうのは、この日本という国は関しては、自動車が全く売れない時代になってきた。で、さらに追い打ちをかけるようにね、へんてこな税金を作りまして、ね、もう、へんてこな、もう、税金でね、だからもう、なんていうんですかね、こう、非常に残念だなって思いますよね、今の日本という国はね。昔はみたいに、こういうアメリカの時代みたいにね、日本もかつては自動車大国だって言われてね、自動車がボンボンボン売れてた時代があったんですけども、まあ今じゃ信じられないですね。だからある意味こういうクラシックカーなんかをね、今日本に持ってこようなんつったらね、日本人の大臣とか嫌がるんだろうね。なんでこんな古い車を持ってくんだみたいなね。そこがあれなんで、今の国はね、鎖国してるわけだよ。鎖国してないですよとか言いながら、本当は大砲を持ってきて、追っ払え、このやり方をしてるわけ。あるいは、追っ払わなくたってしても、いいようにこき使ってやれっていうね。もうこういうどっちかの考え方しかこの国持ってないからね。
だから、そんなんじゃオリンピックなんかやってる場合じゃないし、オリンピックにそんなものを迎えたって誰も来ねえよっていうね。だから、オリンピック選手の人には申し訳ないけども、日本でオリンピックをやるって言ってれば、そんなことやってる場合じゃないだろうと。もっとその自動車税をもっと安くしろとかね、保険税をもっと安くしろ、もうそういった税金というかけで税金を安くするか、ゼロにしてしまうか、どっちかしかねえだろうって。それができなくて、ちまちまとひとことしかできないんだったら、もうこの国は倒産だねっていう感じですけどね。まあ、残念ですよ。この時代の車と比べて今のこの国はね。まあ今のこの国は間違いなく破滅へと進んでいって、まあ大不況がやってきて、国はもうやっていけなくなり、それぞれ大阪は大阪国ね、東京は東京国みたいなね、そういった国が分離して独立する、そういう時代になっていく国になるんじゃないかなと思います。もう日本の総理なんてのは信じられませんからね。日本の総理も日本の大臣なんて信じられないから、じゃあ自分たちが国民が大臣を作りますって言って、でそういうものを、法律を作りますって、勝手にそういう法律を今度作り出して、でそういうふうになるでしょうね。裁判員制度じゃないけども、そういうふうになってくる時代になっちゃうんじゃないかな。だから日本はますますこうすさんでいく時代になる。まあそれは確実に言えるでしょうねっていう、どう思います。